川勝帝徳は、江戸時代前期から、中期の旗本、帝徳る川勝家の初代当主。上京二年、新城市の男子として、江戸に生まれ、後に、川勝貞久の婿養子となった。正徳三年十一月二十九日、義父貞久の家徳を継ぎ、評価版、長等奉行、留め付等を経て植木奉行に至った。その後、作事家奉行となり、 廃越を許され、旗本家を起こした。家門枠見抜き、十三切り。東寺島、市、教法二十年十二月十九日、畳奉行に進んだ。原文元年鶴岡八万社補修の時、同年七月二十四日に命を受けて、鎌倉に赴き、日光山お宮修造の時にも、日光山に出かけた。原文四年十二月十八日、 表題どころ頭となったが、官方2年5月12日に、配下の者の養子のことについて、落ち度があり、配下の者と伴いに筆足となり、同年8月28日に許された。延響4年8月13日、江戸城塞の丸勤めとなり、法暦6年7月25日に、老いのため職を辞して、小不審となった。この時、黄金2枚を賜った。 法歴7年6月14日に隠居し、同年7月21日、73歳で没した。家徳は、着難の式がついだ。ありがとうございます。